こんにちは、書家の根本美希です。今回は炭火焼き鳥登坂さんの全店舗で使用するビールジョッキとグラスにデザインする筆文字を制作から完成まで撮影していきます。お店の雰囲気も制作の参考にしたかったので食事へ伺いました。すいません、頭に、はい、頭は塩で、このグラスに筆文字が印字されます。はい、開始5分ですでに酔っ払いました。すぐ赤くなっちゃうんですよね。お店の雰囲気をつかめたところで早速制作に取り掛かります。まずは文字の書体を決めるべく古典を参考にします。文字は炭火焼き鳥登坂さんの経営目的である日本に酔っ払いを増やしたいを書いていきます。一文字ずつどんな書体にするか、まずは下書きをします。お店の雰囲気や文字へ込められた思いを参考にデザインを練っていきます。ひとまずいろいろなパターンで書いてみます。たった一文字でもいろいろな書体の表現があります。続いて言葉全体のバランスをとっていきます。
うん、やっぱりちょっと文字が多いと難しくて、まあ、少しずつバランスを取りながら制作していきます。でこうやって自分で添削しながら少しずつね、まあ、イメージに近づけていきます。書体だけでなく文字をどう配置するかも重要なポイントになってきます。一日で仕上がる時もあれば数日数週間かかることもあり、早いからいいとか悪いとか全く関係ないのがこのお仕事の特徴です。時々こうやって自分の目からちょっと距離を取って作品を眺めてみるのも大事です。今回は、まあ、今回もなかなか納得がいかなくてひたすらもう書き続けていました。その後数日かけて納得いくデザインが仕上がり、ここからお客様に提案するデザインを数枚に絞っていきます。そしてその後はもうカメラは回していないんですが、提案後はさらに修正があり、もう少しポップで柔らかいデザインのもので決定しました。全店舗のジョッキが無事に差し替えられ、再びお店に食事へ伺いました。これは見た時めっちゃ嬉しかったですね。自分の文字がやっぱりビールジョッキにね印字されるなんてね、願ったり叶ったりなんで、すごい嬉しかったです。最高ですね。焼き鳥も大好きなんで、このネギねめっちゃ美味しかったんですよね。九条ネギだったかな。イエーイ、嬉しい。ちなみに今日は開業1周年記念に自分が書いたグラスで飲めました。ぜひ焼き鳥登坂さんに行ってこれで飲んでください。登坂さんの焼き鳥、肉厚ジューシーでめっちゃ美味しくてもうファンになりました。コスパも素晴らしいんで皆さんも伺ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また Vlog を更新するのでぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。